それじゃあ今日の練習はここまでにしようか。みんなお疲れ様。お疲れ様。はあ、暑い。今日のサキは一段と気合い入ってたね。うん、サキちゃんが張り切ってるから私も楽しく叩けたよ。みんなと演奏するの楽しいんだもん。でも今日の合わせも何箇所かみんなより遅れちゃってたの。やっぱりもっと練習頑張らないと。ねえサキ、ひょっとしてこの間の練習の後も自主練してた？自主練してたよ。みんなと一緒に練習できない日もなるべくシンセに触るようにしてるんだ。でもなんで？ちょっと疲れてるみたいに見えたから。体の方は大丈夫なの？うん、ちゃんと気をつけてるよ。練習する分バイトの日も少し減らしてるしね。それならいいけど、無理はしちゃダメだよ。何かあったらいつでも言ってね。はーい、ありがとう、ほなちゃん。それで今日はこの後オリジナル曲のフレーズを発表するんだよね。うん、一応思いついたフレーズをいくつか持ってきた。みんなは？私は2つ。ちょっと難しかったな。はいはい、私も3つ持ってきたよ。みんなすごいね。私は1つしか作れなかったな。初めてなら1つできれば上出来じゃないかな。せっかくだしミクちゃんたちにも聞いてもらいたかったけど。うん、でも作ったものを聞いてもらうのってちょっと緊張しちゃうから、スタジオ練習の日でよかったかも。じゃあ順番に発表していこうか。最初だし私から弾くよ。これで全員分聞き終わったよね。どう思う？私はいっちゃんの2つ目のやつが好きだな。途中で単調になるのがかっこいい。うん、私もかっこいいと思う。ほんと？ありがとう。でも実はあんまりしっくりきてないんだ。どうしてかはわからないけど、ひょっとしたら要素を詰め込みすぎてるのかも。やりたいことがたくさんあってどれにしようか選びきれてないような感じ。あ、それはあるかも。参考にいろんな曲聴いてたからあれもこれもってなっちゃってた気がする。そうだったんだ。全体の雰囲気は良かったと思うけどね。うん、でもやっぱり私たちが演奏するのならもっといい曲があるような気がする。じゃあ別のフレーズにする？別のなら私はしほちゃんの1つ目のフレーズが良かったな。あれは私の好きなアーティストの曲の影響をすごく受けてるから、いちかと同じでレオニードでやりたい曲なのかなっていうと。そっか。こうして実際に作って聴いてみると難しいね。作ってる時はいいかもって思うんだけど、みんなで聞いてみるとなんか違うなって思うし。うん、どれが正解なのかわからないからみんなの作ったものを聞くのも難しいね。考えすぎて頭がこんがらがってきちゃった。多分私たちの中でまだこんな曲を演奏したいっていうイメージが固まりきってないんだと思う。私たちが演奏したい曲、やっぱり難しいね。曲をゼロから作るのって。そうだね。
本当に作れるようになるのかな。きっと作れるよ。みんなで一緒に考えれば大丈夫。最初からうまくできる人はいないって誰かが言ってたし。それ誰が言ってたの？お？それは忘れちゃった。サキちゃんってば。いいこと言うじゃんって言おうと思ったのに。でもサキらしいね。でもそうだね、もともと今すぐ作らなきゃいけないものってわけじゃないし、サキの言う通りすぐにはうまくできないと思うから、根気強く続けていこう。いつか私たちの曲を作るために。それじゃまた明日ね。私たちのオリジナル曲か。一体どんなのがいいんだろうな。そういえば、そうだ、いっちゃん、練習中に思いついたメロディーがあるんだけど、聞いてくれない？さきが考えたの？聞いてみたいな。本当？じゃあ聞いててね。感じなんだけど。すごくいいメロディーだね。本当？よかった。昔いっちゃん歌詞書いてた時あったでしょ。だから私もたまにメロディー考えてるんだ。バンドを組んだ最初の頃、一回だけメロディーを作ってみたことがあったけど、その時はいっちゃんが褒めてくれたんだよね。あの時のフレーズはいい感じだったな。みんなで演奏もできて嬉しかったし、もしかしたら私作曲でならみんなの力になれるかも。そうだよ、演奏ではまだみんなの力になれないから、オリジナル曲の方で役に立てばいいんだ。でもやっぱりどんな曲を作ればいいんだろう。悩むよ。なんかヒントでもあればいいんだけど。あれ、この曲もしかして。来てたんだ。あ、しほちゃん。しほちゃんも買い物？うん、好きなバンドが新曲を出してたから、その CD を買いに。さきも買い物？スタンダードの CD だよね、それ。うん、ちょっと作曲の参考に。ねえねえ、しほちゃんの好きなバンドでおすすめのアルバムってある？え、そうだな、これとかどうかな。去年出たベストアルバムなんだけど、デビュー曲から最新作まで入ってるから、いろいろ聴けていいよ。特にこの3曲目は思い入れがあるんだよね。そうなの？うん、いろいろ悩んでた時期があったんだけど、その時に何回も聴いて元気をもらったんだ。
子だったんだ。じゃあこれも買っちゃおうっと。しほちゃんがそこまで推す曲聞いてみたいもん。それも作曲の参考にするの？ずいぶん熱心だね。えへへ、せっかくだからいろんな曲を聴いて勉強しないとなって。ってもうこんな時間、バイトに遅刻しちゃう。ごめんね、しほちゃん。また明日学校でね。あ、ちょ、やっぱりまた頑張りすぎてるんじゃ。とりあえず CD2 枚買ってきちゃった。あとは動画サイトとかでチェックしよう。まずはスタンドアウトの曲から聞いてみようっと。やっぱりスタンドアウトの曲って勢いがあってかっこいいな。ライブでやっても盛り上がりそうだし、私もそういう曲作りたいかも。じゃあこのフレーズは勢いがある感じにしてっと。よし、とりあえずフレーズ一つできた。この調子でいろんな曲聴いてどんどん作っていこう。はあ、これで6つか。いろんな曲を聴いてるとどんどんアイデアが出てくるな。あと他にいい曲といえば、あ、そういえばお兄ちゃんたちのショーで聴いた曲、すっごくいいメロディーだったな。ああいう感じの音楽はバンド向きじゃないかもだけど、何かの参考になるかも。よし。お兄ちゃん、この間のショーでお兄ちゃんたちが使ってた曲なんだけど。